今日の木村屋のパンはピーナッツロールですね。さっきバナチョコロールを食べた直後なんですけども、早速行ってみたいと思います。これはね、エネルギー358キロカロリーなんで、私の言う350の境目にある、まあ許容範囲のカロリーかなと思いますね。粒入りピーナッツというので、粒粒が入ってる、ちょっと食感がね、クランチみたいな、私の好きな感じですね。ザラザラっとする。いただきます。うん、やっぱね、ピーナッツの場合はこう、まだ噛まないうちから口の中にふわっと風味が一瞬で広がりますね。あのよくね、ジャムとかあるじゃないですか、あれの中にソントンのピーナッツジャムってのあると思うんですけど、あれも風味いいですよね。でもなんかああいうの食べなくなりましたね。食パンにバターとかいちごジャムやマーマレード塗ったのっていつ頃ですかね、前回。うん、あ、おいしい。ピーナッツロールね、うん、最近ね、飲み物はね、イロハスの天然水レモン、基本的には水なんですけども、ほのかにレモンの風味がするんですね、うん、オリンピックの公式スポンサーコカ・コーラになってますけど、オリンピックがズタボロっていうか、なんかね、菅政権の意向盛り込みの利権まみれのオリンピック、それは今に始まったことじゃないんですけども、果たしてオリンピックって必要なんですかね。なんかオリンピック私廃止してもいいな気がするんですけど、まああれに、まあ、浮かれるって言ったらあれですけどね、あれに群がる、なんか心理っていうのもなかなか陰キャの私には理解しがたいものです、まあ、オリンピックがあろうが高校野球があろうが何があろうが、陰キャの身としてはただ自分の内側に耳を澄ますだけでございます。では今日はね、木村屋のパンからピーナッツロールをお届けしました。ありがとうございました。